お花紙で作るふわふわの桜とつぼみの作り方です。桜や桃色のお花紙を2枚重ねにして半分に切ります。それを6等分の蛇腹折りにします。たくさん作る場合は挟むだけで簡単に蛇腹折りができる型紙を使うといいです。蛇腹折りにしたものを半分に切り、真ん中で折ります。これを桜の花びら半分の形に切ります。花びら1枚分だけをちぎって開いたら、折り目のところで切り取ります。切り取ったところをホッチキスで留めます。切り取った1枚の花びらはつぼみを作るときに使います。ホッチキスで留めた方の蛇腹を開き、折り山を潰すと花びら5枚の桜の形ができます。ふわっとさせるために2枚重ねのお花紙を開いていきます。形を整えて花の出来上がりです。1枚だけ切り取っておいた花びらを2枚重ねにしたまま開いて指先に糊をつけ、花びらの根元をまとめます。緑色のお花紙を一つまみくらいちぎり取り、花びらの根元に糊をつけて包むように貼り付けます。これでつぼみができました。この花とつぼみをたくさん作り、細く切った画用紙などに貼り付ければ吊るす飾りができます。他にもいろいろな飾り方ができると思いますので、工夫してご利用ください。